5日前、発がん性などが指摘され国際条約で使用が禁止される PFOS などを含む汚染水をアメリカ軍が下水道に放出したことを受けて沖縄テレビでは独自で下水処理場の近くから水を2日間にわたって採取し専門家に分析を依頼しました。そののの結果、周辺の海水からは放出された日の夕方、P P、を合わせて 1>, 1リットルあたり1.31ナノグラム、2日目に2.17ナノグラムが検出されました。これは環境省の暫定新地の50ナノグラムを下回る値ですが、逆に海に注ぐ処理場近くの水路から、新地の13倍となる680ナノグラムという高い値が検出されました。ここの数値が意味することとは。 水を採取したのは普天間基地から放出された下水を処理する宜野湾浄化センター周辺の海とその海に注ぐ雨水が流れる水路です浄化センターでは図に示された放水管から処理された水が海に流されています1回目は汚染水が放出された今月26日の午後6時ごろ浄化センターの岸壁から2回目は その翌日、海に出て午前10時半ごろに採水しましたこちら海面に波紋が広がっているのが確認できます処理された水がここに放出されているのだと思われますここから水を採水しますこの水を京都大学に送り環境衛生学が専門の原田浩二准教授に分析を依頼しましたその結果、速報値で 26日は p ーフォスピフォア合わせて1リットルあたり1.31ナノグラムが翌27日には2.17ナノグラムが検出されました。この値について、原田准教授は海水で薄められている可能性があるため、処理場から直接採取した水の分析が不可欠と前置きした上でこう指摘します。ピフォスに関してはやはり。えー 野生生物では、これがです、ねえー、まあ1000倍とかです、ねまあ、平均的には2 0 0 0 0 0倍ぐらいまで濃縮化されるということもあの報告されています。蓄積性があるということを考えると水道水とかそういったものに比べて少ないという、まあ、単純にそう言っていいものでもないと、まあ、世界的にあの廃止しようとされているのは,はその生物蓄積性があるという背景があるということなのでそういった点では排出はなるべく下げると。 いうことが望まれると考えております。一方、今回海ではなく雨水を集める水路から環境省の暫定浸出の13倍となる680ナノグラムという高濃度の値が検出されたことについては、これまでのですね、えー、な長くあの泡消火剤等を使ってきたということによる汚染の結果。 放出にかかわらず、えー、常に、えー、この、えー、周辺からです、ねえー、有機フッ素化合物をコンロに含む、えーえー、水がです、ね、流れ出しているというふうに考えないといけないと思います原田准教授は、今回の汚染水の放出について、アメリカ軍が処理の過程や排出した総量など、肝心な情報を公表しておらず、 科学的な検証が難ししいと問題点を指摘します科学的にどう評価すべきかということも判断できないと、えー、そういった情報がです、ね、出さないうちに、えーまあ、安全だというふうに言い切,っ言い切るだけで、えー、行われてしまったと。 漁業関係者などから風評被害を懸念する声が上がっていることも踏まえまして速やかに情報を出すことが必要として原田准教授に速報値を出していただきました生物へ濃縮・蓄積する特性というのを考えると一概に安心とは言えないということですよね。そうですね今後モニタリングなどど継続しした調査が必要ですそしてこの問題影響は漁業だけにとままりません 下水処理場で処理された後に残る汚泥は、堆肥として農業に活用されていて、県民の健康への影響が懸念されるとして、放出直後に県のジャハナ副知事は、アメリカ軍に次のように伝えたと述べています宜野湾の浄化センターの方で、この汚泥がありますけれども、年間です、ね、でこれ黒で調べましたら、1万4200トン、えー、1日当たり39トン、ダンプで4、5体。 分ののもを処理しさまざまな関係で、この不安を与えています日米両政府で処分方法について協議を続けている中での今回の放出に、県は、見切り発射で断じて許せないとして、アメリカ海兵隊に抗議を申し入れましたが、海兵隊は、日本の環境管理基準にも適合し、適正に実施しているとしてしし、 抗議を拒否しましたアメリカ軍は今月26日に予定していた6万4000リットルすべてを流し終えたとしていますが普天間基地にはなお PFAS を含む汚染水が保管されているとみられています同じことを繰り返させないために沖縄弁護士会が会長声明を発表しました でこの排出というのはあの、今までの事故とは違って、ですねもう革新的な行為、地元自治体であるとか、そこに住む住民の意思に全く反しているということを自ら分かりながらやっていることでありますので、まあ、これまでの漏洩事故とやっぱりレベルが違う声明では、アメリカ軍の姿勢の根本に、地位協定の問題があると指摘しています。 この問題に詳しい加藤豊弁護士は根本的な問題は、日米地位協定の上で、日本政府や自治体がこのような環境汚染に対して関与をし、また規制する権限が定められていないということなんですね地位協定の問題というのは、沖縄問題じゃないでしょうと、ね、人権の問題だし、主権の問題でしょうということをやっぱりきちんと言うべきですよね。 まさにこの問題、人権の問題、主権の問題なんですよね、沖縄弁護士会は日米地位協定の改定のほか、法的規制が不可欠としています。 この問題1リットルあたりの濃度を下げたとしても放出量が増えれば環境中にこの永遠の化学物質と呼ばれる PFAS が蓄積することになるんですよね。アメリカ軍、情報をブラックボックスにしていますから速やかに情報をしっかりと公表することが求められます。国民ののの健康命を守ることが政治の責務ななでではないでしょうか